と何をしようかなというので裏でいろいろ巡ろうかと思ってたら、ここ一個やり忘れてたんだな。やり忘れてたのか。三つ目？あ、三つ目だな。三つ目なのに石が一個でよかったんだ。ブラドクォーツ、ドッコモが三つ目は五つなんかなと思ってたら、一個でよかった。これで多分、ブラドクォーツなくなったよな。これで緑全部制覇だな。あとこのキラーパンサー助けてくれっていうの、なんか料理持ってきてっていう話だったから、今から一旦帰ってその料理ができるのかどうなのか。帰って鑑定するね。裏でやってる時でも一度全滅したな。まあいきなりレベルが高くなる場所がやっぱりある。道沿いなのに、この三つ目を目指していってただけで、初めの砂漠だったかな、いきなりレベルが10ぐらい上がって、お宝はどうでしょう。とてもじゃないけど進めん状態になってた。だからフリーの割にはそれでレベル制限で、制限というかレベルである程度こっちですよが制限されてる。これは見たことないや。いいじゃん。だいぶお金貯まってきたんちゃう？まだか。料理料理。キバトギのなんとか。新しいことがありそうですよ。ありがとう。キバトギステーキ。毎度あり。またおいで。他に何か利用されますか？どこでお宝探しするブ？この三つ目がキラーパンサーなんだけど、まずは一個目の駅に行って報告しようか。お宝待ってろよ。出ましょい。もしかして復旧してないの？いきなり3つ目復旧しちまったか？今日はどこでお宝探しするブ？いや、してるよな。ちょっと謎。
こ4つだったんか。緑の段丘の駅、緑の段丘の駅、どっかが4つだったんだよな。この緑か。次を目指してみるか。ただじゃあ次がレベルがおかしなことになるかな。これだな。これが4つ目か。ん？なるほど。2つ目か。から行った方がいい。今日はどこでお宝探しするブー？エレベーターもいらんな。後ろ方向で三サロ上。できすぎてる。これか。レベルがどうかね。強いけど絶対に勝てんほどではなし。レベル上がりゲームを兼ねて A レベルだ。毒なってるわ。
なった。シルバーばっかりだな。 25% だからか。やったぜ。からグニグニ出し、こっちの山の頂上な。仲間になりたいようだブー。どこの窓になるんか。どこになるわけではないんやな。この辺に恋だったって正解だな、レベル的に。ただし多分次の駅は石5つだろうな。レベル上がったな。ちょっと辛いか。
強そう。大丈夫かぶ？条件見るのと、いけるかな。なんか強そう。大丈夫かぶ？どうやって登るんだ。道があるかな。見た目ではわからんな。もうとりあえず駅行って焚き火。この山ぐるぐる回るんかな。無理だろうけど条件を。店もあるぞ。死んでる。ギガンテスまだ見てないな。ウィンガレイさん。二つ持ってた方が俺でも。まあ、ここでセーブできるし、ちょっと山登ってみようか。デスもここにおるはず。レベル高えな。いっぱいおるの嫌だな。せめて2匹ぐらいと戦いたい。3、4はきつい。ねえな、落ちたらどうするんだよ。よっしゃ、ええタイミングでレベル上がった。ロマンゲージが満タンだ。使っちゃうぞ。うん、なんか妙なことした。そんなんあったんだ。そういや、カスメトル、カスメトルどうやってやるか調べようと思ってたのに忘れてた。なんか強そう。大丈夫かぶ。
然強いな。全然減らんなったぞ。やべ、知らん間に3匹相手にしてるやないか。コマンゲージが満タンだ、使っちゃうブー。あれ、帰った方がいいかな。あ、ギガンテソール。あれ、スカウトチャレンジするか。手が随分やられやすくなってる。半分。よしよしよし、仲間にはならんかったか。まあけど、ほんまゆっくり進めばいけん感じではないか。あれ、いや同じか、36か。攻撃をキャンセルして回避にできてないんだな。よしよし、とりあえず成功。これで死にたくないな。33のスライム。なんか強そう。大丈夫か？
さっさと呼んで帰るか。戦闘中は無理か。しかしこれの取り合いしてるのにこの情報を教えてあげるってドラクエだな。宝箱行こうか。もう帰ろうか。一個ぐらいいいだろう。ギガンテスもまだ条件難しいだろうな。あれ？脱出でも、あ、なるほどなるほど。やったぜ。グリッサのやつね。新しいことがありそうですよ。ギガンテスはガンテス。お仲間の候補です。いける。決めましたか？イッシシ、仲間だぜ。いいですね。決めましたか？一緒に行こう。レベル高いな。どこでお宝探しするブー？どこかわからん。2番目だっけ？行ってきます。良い旅を。ライバルやったら嘘教えてもええぐらいだな。じゃあ、ありがとう。あげるね。どっかで一個見たよな。
今はまだ開けれないみたいなの覚えてないな、場所。さて、それではどうするかな。爪とかの条件を見に行ってもええけど、これがレベルが高すぎてようたどり着けんかったとこだな。これがさっきんとこ、これは条件わかってるけど足りてない。もう鉄道クエスト、そんなとこか。モンスタービジョンがあと1。カスメトル、カスメトルを調べなあかんな。セナック火山のこれ行ってもええけど、クフィ砂漠な。もっと割ってるのに場所なのか、その後死んだりしてキャンセルされてるのか、どっちだろう。じゃあとりあえずこれを目指してみるか。まずは世界地図。降りたやつか。降りてその後上がれるんかな。こっから飛び降りたらいけるんだけども、あとは地図か。これちょっと後に回すか、分かってるだけに。そしたら3。クフィ砂漠のここか。これがレベルが急激に高くなっていけんかったとこだよな。じゃあこれダメだな。そしたらここを久々に行ってみるか。前回はレベルが高くてやめたんだけど、アイスゴーレムを仲間にしたい。どこでお宝探しするブー？あ、そうか、2から行かなあかんのか。ちょっと遠いな。
トルを今勉強した。バレたらあかんのや。あ、疲れた。このセーブいらんかったか。オートセーブされてるか。来ただな。とりあえずここに行くまでがうるさいな。スメトルやりたいんだけど、ええ感じのやつがおらん。あいつだな。まずはしゃがんで、おせえ。バレたからダメ？あ、なるほど。なるほど、なるほど。そういうことか。50回もやるの？ミス。どういうこと？バレたから。難しいなぁ。押さんでも時間で止まるんだ。成功せんと1回に数えてくれんだろうな。戦闘中でもいけるんだ。よっしゃ。まあ、けどこれで1回なかなか道は長いな。てボタンミス。ええタイミングでルーレットになったな。避けてしゃがんで、あれしゃがんで、そうなんだ、死んだからか。このカスメトルの説明出たかな？全然知らんわ。うわ、寝落ちもんだ、ほんとに。うそー。今のは単純に能力がなかった。スメトルが9回か。カスメトルチャレンジするか。
よりも先に。ちょっと慣れてきたか。不意打ちまで。不意打ちは今までやったことあったんだな、多分。だいぶ慣れてきた。ずれあんな上のやついけるんか。レベル的には大体じゃない。あの奥かな、めんどくさいな。こっちじゃちょっと離れすぎのような気するんだよな。だからあの向こうちゃうかと思うんやけど、あっちに行くのうるさい。危ね。離れすぎか。うるせえな。距離感難しいな。あれ？怒らせたところで別にええんちゃうか。ここでレベル29。あぶね。よしよし。訓練終了。ダンに向かっていったぞ。どこだどこだ。見つけたんだ。木の根元。これはシルバーか。寝たー。お兄ちゃん。
かがんで入れるところなのか、潜らんと入れんところなのか、はっきりしてほしいよな。石ヶ跡さんな。ブルルン。これはメインを進めんとダメ。あ、そしたらこれで一旦終了だな。